はい。今日の一問一答ですね。介護支援分野。各事業における共通事項及び法令通知という単元になります。指定居宅サービス事業の基準について、次の記述は正しいか誤りか答えを。問題。指定通所リハビリテーションには利用定員が定められている。指定通所リハビリテーションには利用定員が定められている。というふうにありますが、 これはその通りで丸になります。通い系のサービスには、通所リハビリテーションと通所介護という2つのサービスがあります。通所リハビリテーションというのはデイケアと言われていますねで。通所介護はデイサービスというふうに一般的に言われておりますけれども、この2つは両方とも利用定員というのが定められています。というのも建物というのはこう広さに限りがありますから、 そこに牛久に詰め込んでいいっていうわけでもないわけなんですよね。あの、きちんとこれは定めがありまして。一人当たり三平米以上なくてはいけないというふうに。決まりが規定があります。三平米ですね。三平方メートルになります。ですので、例えば広さが三十平米の建物であったならば。これは割る三ということで、利用定員は十二までというふうになっているわけですね。 これは通所リハビリテーション、通所介護、両方とも共通した規定になっておりますので、まあ、そういう理解というのを持っておくといいかなというふうに思います。まあ、ただしですね、利用定員というのはあるんですけれども、まあ、もちろんこれは原則守らなくてはいけないんですけれど、震災等の有事に関してはですね、この限りではないという規定もあります。まあ、東日本大震災とか熊本震災とかありましたけれども、ああいうような時っていうのは、 あの、そういうことを言ってられる場合じゃない、言ってる場合ではないんですよね。ですので、そういうような、その災害等があった場合には、利用定員をオーバーして受け入れてもいいというふうに定めがありまして、実際これも出題されているポイントになりますので、その点も合わせて押さえておくといいかなというふうに思います。ということで、指定許択、指定居宅サービス事業の基準について問うている今日の問題ですが、指定通所リハビリテーションには、 利用定員が定められているというふうにありますが、これはその通りで丸ということになります。今日の一問一答の解説は以上です。